こんにちは。週休予備校です。今回は、2021年 J クラブ解体新賞、リ3サガンタスをちょっと取り上げたいと思います。お願いします。マルチフットボールの正っていうよくわかんないまた、またタイトルですけども、ちょっとこれをちょっとね、えー、取り上げたいなと思います。この辺、基本データなんで、えー、読める人は読んでいただくみたいな感じですけど、まあ、監督さん、金金さんがね、 素晴らしいチームを作ってるんですけど2019年途中からね、えー、苦しい状況で監督引き継いで残留にこぎつけ去年ねシーズン初めからいいチームを作ってましたね去年はまあね成績的にはあ,あれですけど、まあ、今年のね躍進つながりの土台をもうしっかり去年作ってましたからで思考するサッカーこれはエルゴラスの名ー寄りって書いてますけど、えー、アクションサッカーって書いてましたね、はい、で特徴は このポジションプレーとね、ヘビープレッシングって、こプレッシングとポジションプレーが、まあ、特にその強度、速度、まあ、スピードですね。ハイテンポ、ハイスピード。ちなみに去年の1試合平均の走行距離はリーグでいい 2>, 2位ですで。スプリント回数も4位っていうのがね、まあ、かなり強度も高いチームなんですね。で、去年、バージョン2。今年ね、なんかね、開幕から調子良くて、なんかね、<laughs> 今年からなんか、 違うことやってますねみたいなこと言われてるんですけど去年からやってますからもう去年から下地があってさらに去年からバージョンをさらに上げてるってことなんで,でそれが去年の,このバージョンですけど基本去年は4 4にないしは4 2 3 − 1戦ってたんですけど去年からもうポジションのプレーやっていて、まあ、この形、まあ、これ書いてないですけどこれは、まあ、こっから2 3 2 3の下辺、まあ、このサイドバックのね左サイドバックの左はこの小山選手がね幅取ってるんで このボランティアの選手あサイドバックのね、左のサイドバック、内田選手とか、若いながらの選手が、偽サイドバックになってみたりとか。で、右上がりの、こう右、森下選手でしたっけどね。森下選手は右サイドはも幅取る選手。まあ、まあ、ウィングスほとんど。っていうのもあれば、こっちのね、後ろ3枚で回すときには、こういう動きをしながら、まあ、3、4、2、1、ないしは3、4、3みたいな形に変化していくっていうのは、 もう去年かかららすでにやってましたからねこれをさらに新しくこう要素を付け加えての今年のバージョンなんですけどでちなみに去年対川崎去年圧倒的に強かった川崎がえ去年一度も勝てなかった相手はこの鳥栖です開幕戦アゼロ0-0ねはい川崎ホームでしたけどで32節11これ鳥栖のホームでしたけど負けなしです ちなみにこれ、川崎も優勝すでにしてたはずなんですけど、それでもメンバーもほぼほぼベスト,ベストメンバーですから、川崎で。で、1 1です。まあ、最後追いつきましたけど、ちなみにこの試合、ポジションはトスの高いです。もうかなり前からプレッシャーにかけていって、かなりいいゲームしてます。ちなみにトスは去年23節以降、負けた試合は1試合しかないです。引き分けがちょっと多かったですけどね。で、その流れにさらに加速して今年っていうふうに。 まあ流れになってますけど、ね、今年じゃあここからどう変わってきたのかっていうねこのプラスワンって書いてますけどこれプラスワンは、まあ、去年もそうですけど、まあ、ゴールキーパーのことですねでこれ基本婦人はどうするんだっていうぐらい、えー、婦人がもう目まぐるしく変わるチームなんですけど基本的にこの5三人って一応してんのは守備のオーガナイズの時には基本的にこうするっていうのが今んとこですよ今んとここういう形になってるんで。 一応532にしときましたけど、えー、ここから352になってみたり343になったり442のこのね、えー、ダイヤモンド型になったり442のねスクエア型になったりまあいろいろ変化していくでこれが相手を見ながら自在に立ち位置を変えるっていうまさにポジションのプレイこの形が、まあ、去年はねおおよそ23、まあ、種類だったのがさらに今年は増えていくみたいなことになってますねいやいやもっとあるんですよ 2種類とか言ったら怒りますねこっちの攻撃まずポジションプレイこれ可変の一例ですけどねこの532からどういう変化するのかっていうのがこれですこっからこれになるっていうまずこのこれオーソドックスな形ですよこれ特に相手、まあ、2枚442みたいな形の相手の時に大体この形にあくまで一例として出してるだけですけどこの後ろ 2枚。センターバック。まあ、センターバック一応、こう3枚ね。中野選手、江ダル選手、ファン・ソック選手っていうのが3枚いるんですけど、もういきなり、この左のセンター、スリーバックの左の中野選手が、ここに上がってきます。で、ここの、あれ小山選手はウィングバックじゃないのって思ったら小山選手、ここに入ってきます。インサイドハーフ。で、ここにいたアンカーの松岡選手がここに入って、で、左のインサイドにいた、 先頭選手はここに落ちてくるって。まあ、こういう、ぐるーっと回ってくっていう。で、右はそのまま、まあ、い選手がね、入ってくるんですよまあ、この形が一つあるんですけど、それこそ、自陣でビルドアップを組むような時には、さらにこのプラスワンが生きてくるっていう。で、これです。はい。ここ、ここいいんですけど、松岡選手はそのままアンカーのポジションにいます。で、 ゴール前にいるパク選手が入ってきてここで3枚回しができてしまうっていうだその分このプラスワンがじゃあどこで浮いてくるの浮かしたらこうですこの仙藤選手が浮くんですで浮くことによってこの仙藤選手がボールが左にあるときにまあ左にボールをね循環させること多いんですけどここに仙藤選手がここに入ってきたりとかするんでこのプラスワンが生きてくるんで相手がなかなか捕まりにくいっていうことになるっていうで ボールを動かしながら攻めてくてくくっこれはあくまで一致ですけどね、はい、しかも仙洞選手は、まあ、このボランチの場所にいますけど守備の時にはここにここにいて一番前まで行ってプレスかけるような選手なんですけどでさらにここにも入ってくるっていう。で小山選手は左の5三里の左のウイングバックなのようにここに行ったりここに行ったりっていう、まあ、このオールラウンドの仕事をする選手たちが この自分たちのそれぞれのポジションに応じて適切なプレーしていくっていうことになってます。でこれ具体的にじゃあどんな形になったかっていうねこれはいこっち4四に殺しこれ対裏技って書いてますけどこれあくまで裏技の一例ですけどこれ4四に普通に人捕まえなくて場所を守ってしっかりコンパクトなブロックを組んでまあコンパクトだったかどうか、まあ、まあともかくですよ。 まあ一応こういう <laughs> 4、4人の並びの相手に対してどういう立ち位置としたかっていうとこの形ですね。これはあくまでこの形の場合です。この形の場合どうだったかっていうのはこういう並びになっていて、これ前2人なんですけど、まあ、何しろぐるーっと取り囲まれてます、この4人に。もう右往左往するしかないっていう状況になっていて、まあこの右のファン・ソック選手、エダルト選手に、まあ普通にボールが出ちゃうんですね。で、出てからです。で、ここにボールが、 まあ出ますよね。2対4の状況ですから、まあここに。で、ここになったときに、こう幅取ってるがっつり、これ E の選手ですけど、これヒル選手ですけど、これ縦ずれができないですよね、これ。いいですか、こっから、こうボール。で、ここ、もうすでにこのハーフ,レハーフスペースから向こう側。もうこれ3対4の状況になってるんで。で、しかも、このファーストック選手、 まあしかも、基本的にここのコース消したいんですよ、本当はね。これ、ル木選手でしたけど、これ樋口選手、後ろ、樋口気になってるんですけど、樋口選手は、山中選手見てるんで、本当は強くいってもいいんですけど、こうやってボール、まあ、こうやってドライブしていくことなかったですけどね、ファン・ソック選手が。ただ、距離あるんで、すーって出ちゃいます、ボール、普通に。で、普通にまあ出るから勝負していってもいいんですけど。 こうだからまあもうこの時点でだいぶ不利になってるんですけどねだここ本当は縦ずれしたいんですこういってこういってっていうねでもこの縦ずれと横ずれがないので基本的にまあこの時の裏はですよなんでここスーッてボール出ちゃいます普通にでこう切りたいって言ってもこうやられたらもうこここうやって通っちゃうんでボールがまあこういって たりとかするとで一回樋ル選手はよくねこの一回顔出してボール系を動きするとこうやって当然ついてくるんですよ。でそうするとこうやってガーっていかれたらこういっちゃいますからボールが。だってどっちやってもこれ3対2の状況作られてる時点で、えー、崩,せ崩れてしまうみたいな状況になってるんですけどここでパッと見てあれって思うと思うんですけどこの状況になっていて、えー、浦和の選手ここ2人余ってます。 センター、ハーフここまあどうしてもバーエタリアは消したいっていう、まあ、この2人に対してねパスコース消したいっていう思いもあったのかもしれないんですけど、まあ、何にしてもこの選手2人余ってる分、まあ、サイドで優位ができちゃうみたいな状況になってました。で本当だったら多分どっちか1人はここ松岡選手に当たりに行ってでこうやったら少しは話が違ったかもしれない まあまあ何にしてもでもこういう普通の状態で守ってると崩れていってしまうっていうのがあくまで一例ですけどねこの4人で相手の方をバックピン止めしてるのが何にしろ強いっていう。でさらにこれこの例です。 まあこの例でも基本的に自陣の方が多いんでねキーパーそんなこんな高い位置まで行ってこうビルドアップ加わるってなかなかできないんですけどもしこうキーパーが加わるとこここういう状況になりますからさらにこう先頭選手がこう自由にこれ入っていって数的を作るってことができるっていう。 まあ基本的に出ていかなくても、基本的にこうやってボールが出た段階でもう、松岡選手はすぐこうやって上がってきます。まあ、たまにベンチから、あの、金監督が、大樹、出ていい、そのままでいいぞとかいう声がかかったりとかもよくしますけど、まあ、とにかく松岡選手はここをこういう動きをして、出たら上がれば、先頭選手が今度、フリーになっていくっていう形で数的を作っていくっていう、まあ、これ、左サイドの選手ですけど、銭、まあ、選手、左でこう、流れることが多いですけど、 まあ何にしても普通にこう人捕まえないでブロックで組んで守ってるとどっかしらからこう穴が開いてしまうっていうような崩し方をしてますはいこれが攻撃のねこれあくまで一例でしかないですけどね相手のフォーメーション変わったりとかすれば全然また違うんですけどまあそういう例ですだからこう人捕まえないでこうやってブロック組んで守ってるとこれなかなか 止めの難しいいいんじゃないかっていうことですね、はい、で攻撃もね素晴らしいんですけどもうちょっとシュビスフレッシングがまた秀逸で敵陣にセーブゴンであったのをもうボール失ったとのねカウンタープレス即時回収も素晴らしいんですけどセットした状態からのハイプレスミドルプレスももう抜群で,で特に素晴らしいのはこれツートップですねツートップの規制と誘導っていうでこのツートップがまあ 縦並びに近い縦並びって特にねここの中盤のこのセンターバックの後ろにこの前にいる手前にいるね中盤の選手をこの一方の選手がスクリーンかけるカバーシャドウをしてで切った,切った状態からかけるっていうベースを寄せていくっていうで今度逆にこれで例えばこっからボールがこう出ちゃいましたこっちにってなったら今度はこの 林選手がこう行くんです。で林選手が行ったら山下選手はすぐこうやってこ,ここに出されないように同じようにここのポジションを取るっていう。でこれを交互に繰り返す相手が2センターバックの場合はこれこれで2人で3人見張るっていう。でもしボランチがもう1枚いるような場合は中盤の選手が一方を捕まえるって形です。何でしょう中盤3人いるんで。3人いるんで これが可能になります、はい、で,でこっからさらにこれ2枚回しの時にでこっからこっちですねでこれでこの形でじゃあボールこっちに行きました山選手を追いかけました横パス出せないのに切り,切りながら追いかけますってなるともうこの選手ここに出すしかないですでここに出すしかない状態になったらもう樋口選手は行きますで山下選手はそのままバックパスのコースを切ります で林選手はそのまま、えー、アンカーの選手を抑えていきます。で、さらにここにいる選手にアンカーの松尾選手は行きます。で、先頭選手はここ捕まえてます。縦パス出したらいいの選手が出てきましよ。で、これで大体罪です。で、ここで特徴的なのは、この遠い側のセンターバックとサイドバックは逆に空いてます。いってません。で、出たところで別に痛くもかゆくもない状態なので。 でここでこうやって、えー、潰してボールを取り返すっていう。でまあ2枚回しの時はねあれですけどで3枚回しの時相手がこれ裏線戦とかほ、まあ、他のチームも、まあ、最近3枚回しでねやるチーム多いですけど3枚回しでも基本的にこの2人はこの関係です。ここにいる選手をどっちかが、まあ、林選手がやることが多いかな山瀬選手が追いかける方が多いんですけど、まあ、山選手が右か左かどっちにボールかはかして。 でここのボールサイドに樋口選手でこっちに出れば先頭選手は出ていくっていう形になるんですけどでここに行きますでここに出る時で後ろ5枚で並んでますけどこのツートップがここにボール出しますよっていうあの外側に誘導してるのがすぐ分かるのでこの時点しかも樋口選手も中に出させないように。 こうやって寄せていくんでここの選手はもうこっちにボールがこう流れてきた時点でガーッていきますで後ろの残ってる選手はこうやってスライドすると相手3トップで守ってても4対3の数的が確保した状態でガッて詰めて潰せるっていう状況になってこれはまああくまでこういう並びの時ですよで仮にこのボランチのあの選手がね助けに行こうっ言ってここに降りていってもそのまま松岡選手が ついてきたらもうこれで終了ですまたですもこのかけ方やってもうまくいればボールキープできちゃうんですけどトスの選手たちはとにかくこれですから寄せが早い当たりが強いデュエルが強いのでみんなユー選手とか松岡選手は決して大荒れじゃないですフィジカルムキムキマンみたいじゃないんですけど、まあ、とにかくデュエル強いです球際めちゃめちゃ強いのでこの選手たちでイー、e、選手はめっちゃ速いです でこれ逆サイドででも同じですからね先頭選手が行くで、えー、小山選手が寄せるっていうでこうずれて4対3っていうで5対3二で相手が3枚回してあっても2枚回しても基本的にメカニズム同じでこれ中盤3枚必ずいるっていうのが大きいですねだからなかなか、まあ、4枚中盤ね置くチームないわけじゃないですけど 基本的にまあこの辺でトップ下で浮いてるとかすることありますけどビルドアップでなかなか中盤の数が足らないってことになかなかならないんで選手が余らないんで、えー、デュエルの強い選手たちがそこでギャッってボールを取りって、えー、そのまままた攻撃が始まっちゃうっていうでこのとにかくでもこのツートップのこの選手たちのねこの規制と誘導がもうとにかく秀逸なので であの試合見てあのダゾーンとかの中継だとね選手たちの表情とかもよく分かるんですけどもうとにかくこの選手たちは敵がどこにいるかって常に常にあの周り見てますだからボール横出されたら必ず後ろ振り向いたりとかしてますからみんなでそれを <laughs> ずっとこれをやるんですよねこの2人はほんとすごいなってで,で他の J1 のチームもいっぱい試合見てるんですけどここまでこの。 2人の関係性2人でこのスクリーンかけながら寄せるで今度行ったらこっちが林選手が出る山選手がカバーするっていうこの動きをずーっと繰り返しやってるチームって他にほとんどないですまあもちろんこの前2枚でっていうねって横並びでこうやって2枚でそのままこう行っちゃうケースがあるんでここが間たりとかするんですけど、まあ、とにかくこのこの意識が高いですこここのの選選手手とか山選手はここの 抑えることででで中盤ののフリーの選手ができないんですここもし開いちゃうとこれ中盤の選手がこう引っ張られちゃうんでこうやって埋めた時にこう開いちゃったりとかするんですけどとにかくここ開かないので実質林選手先頭選手ヒグ選手松岡選手でも実際中盤4人いるのと一緒なんでだから数的フリーがなんないんで中盤でだから相手も外側にボール出すしかないんですけどギュッて寄せるっていうこの規制がかかってるんで この選手は思い切っていけるです。で、これ突然、これサイドに出されたんじゃ、これ間に合わないです、ここ。もうちゃんとこっちに誘導されてんなっていうのが分かるんで、ここでこっちに寄せます、樋口選手は寄せますなんで、迷わずいけるんで、ここで寄せたんだけど間に合わなかったみたいなことが少ないです。はい、っていうぐらいプレッシングが秀逸です。この2人の動きだけ見てるだけでもめっちゃ楽しいです。で、こういう下地がね、しっかりちゃんとあるので、 こういうういいい結果ななるっていう、うん、全然不思議でででももす、はいまあ、4戦目はねこれ4戦目はね、まあ、ロティーナさんがねうまく対応してきたんですけどもうほとんどでも主導権握ってたのはトスですからロティーナさんが、まあ、今日はトスの方が内容は良かったってとロティーナさんも認めてるぐらいですからねでちなみに保持率ボール保持率ボールを握るのは関係ないです。 で金さんに怒られますけど、まあ、一応57.5%で今3位ですでちなみに去年の一社平均のボール勝利率も全体の4位ですもともとボール持てるチームなんですまあこういう立ち位置の工夫をいっぱいしてるんで自分たちのイニシアチブ握りでなおかつボール失った後も自分たちで素早くボールを回収する手立てをしっかり持ってるんですぐに前ボールになる だからまた攻めらられるっていうだから攻守一体ですよねまさにこれアクションサッカーっていうのは攻守にアクション自分たちが起こしていくんでこういう自分たちのイニシアチブを握る試合ができるっていう。ありがとうございました。